学年一人と知り合ったのは、川越にある、ね、ジャミンっていうお店 でオープンマイクやってて、自分一人で今みたいな感じだったんですね。でそこで知り合った仲間がすごいいるんですよね。それで、池ちゃんとここで知り合ったし、ヒロさんもね、まあ、オープンマイクとかそういう仲間、小木さんで今日いられる方、本当にそこで一回聞いてくれるだけで何人もいるんですけど、それとあと港バンドっていうのは、ね、もちろん自分がやってるんですけど、そちらの方からも聞かれて、またバンドの方たちと関わらせなかったというのがあるんですけど、いろんな方たちのことをね、交流をしてくれて、お友達を紹介しますから、また一緒にね、やってください、仲間と一緒に。皆さんこんにちは、西井です。はい、去年も楽団や一人で参加させていただきましたが、今年ははい、ギターのテッシュを一人でやってきました。後ろのメンバーはちょっと楽団や一人のメンバーに手伝ってもらうんですが、君だけがなんかゲストそう、ここにテッシュがゲストだったんです。これがゲストです。ちょっとゲスト状態ですが、はい、西井は2人でテッシーと私でボーカルでやってるんですけど、はい、後ろのバックはいろんな人に入ってもらって、いろんなバージョンのテッシーで楽しんでますので、今日バージョンの港祭りバージョンテッシーをお楽しみいただきたいと思います。では1曲目聴いてください。 Englishman in New York。 もし分かったらギターを奪って弾いてみるので、よろしくお願いします。よろしくね。
これから夜まで盛り上がりましょうね。よろしくお願いします。
ソウルというのをね、明日に分けてやっていただくので、明日もよろしくお願いします。入社の方も携わると思うので楽しみにしてます。 OK、 では最後の曲を聴いてください。藤林のオリジナルソングです。もっと素晴らしい
空